間もなくやってくるゴールデンウィーク。今年は3連休と4連休。間の3日間を挟めば最大10連休です。今年のゴールデンウィーク、街の皆さんの予定を聞いてみました。混むのでなかなか行く機会がなくて、もうあとは孫たちが来るから。特に予定はしてないです。もう去年旅行にちょっと行き過ぎたので金沢に旅行に行こうかなと思ってます。美味しい海鮮食べたいなみたいな話で。大手旅行会社の JTB に人気の旅行先について聞いてみると、国内旅行の人気方面は季節限定のイベントを開催している東京ディズニーリゾートを含む東京、ユニバーサルスタジオジャパンを含む関西となっています。海外旅行全体的に旅行代金が上がっているので、比較的お得なアジアが人気となっております。円安や物価高で海外旅行の費用は上昇中。街の人からも円安を嘆く声が聞かれました。新婚旅行でハワイに行こうかなって思ってるので、はい、高いですけど円安どうですかね。そうですね、解消してくれるといいですそんな中、おすすめの旅行先を教えてもらいました。一つはハワイや沖縄などのラウンジ付きのホテル。で、沖縄では JTB ラウンジをご利用いただけるホテルもあり、ホテルご滞在中はスイーツやドリンクが食べ飲み放題となっているため、ホテルでゆっくりお過ごしいただくこともおすすめです。朝食やアルコールが追加料金なしで楽しめ、物価が高いハワイなどで人気だといいます。もう一つは、北陸新幹線延伸に伴って延伸先の福井県の人気が高まっております。新幹線の延伸で盛り上がる福井をはじめ、金沢など北陸地方の需要が高まっています。また今年ならではの傾向が。今年は鉄道や航空機を利用した旅行の人気が高くなっております。やはり昨年までは皆様新型コロナの影響で、ご自身のお車でお出かけされる方が多かったのですが、今年からは、コロナも5類に移行しましたので、鉄道や航空機の旅行が増えてきております。 JR 東海によりますと、のぞみは全席指定席となる今年のゴールデンウィーク、5月3日の午前に名古屋駅を発車するのぞみに混雑が見られますが、その他はまだ席に余裕があるといいます。これから予定を立てる人、早めの計画がおすすめです。